ようございます。時刻は9時3分になりました。本日もう1時間生放送でお届けしていきます。土曜の朝の情報番組東京マ、モデルの新井美穂です。よろしくお願いします。本日のゲストはですね、スペシャルな方がお二方いらしてくださいました。早速ご紹介します。日光紅葉ゴルフリゾートの河合社長、そして、コンフォート後藤の後藤社長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの後藤社長は急遽、はい、急遽すいません、はい、なんかあの感染と言ってたんですけど、はい、中に入らせていただいて中に入らせていただいて、もうなんかお二人ともレギュラーですね。いや、ありがとうございます。本当にそうなんですよ。もう本当後藤社長はあのまさか来てくださると思ってなかったので、台本も作っていなくて、はい、で大丈夫ですかって、あ、もう余裕ですって台本なんかいらないですぐらい、もうさすがですよね。もう大丈夫です。もう大丈夫ですね、はい、大丈夫です今日もよろしくお願いします。さて、いつもの時間でございます。オープニングは、まあ、大体今日は何の日という話題でやっているんですけども、今日は10月26日さあ何の日でしょうか、お二人とも。なんですかね、後藤社長、ちょっと何ですかね。あのヒントは語呂ですね。語呂で合わせた日なんですけども、何かあり予想できますか。十二郎あのどっかなんか偉い人いたっけな。十二郎、もっとヒントは26の語呂ですね。26の、はい、26、わかりました。お、何ですか。プルーンの日でしょ。うわ、すごい正解でございます。それえ、当たりですか。当たり、当たり、当たりですか実は河合社長、私毎回こう何の日っていうのをやっているので、 あらかじめ調べてくださっていたみたいで、で今日は26日プルーンの日。あのなんでプルーンっていうかというと、2がプ、6がル、プルーンの日、はいはい、まあ、ちょっと、まあ、まあまあ、強引ですか、強引な感じはするんですけどねプルーンの日だそうですよ、うんうんうん、まあ、ちょっと、いろいろと調べてきたので読んでいきますと、世界ナンバーワンの生産販売量を誇るプルーンメーカーのサンスウィートの日本支社であるサンスウィートインターナショナル日本支社が2007年に制定した日だそうです。知ってます、サンスウィートっていう。多分ね、ドリンクが販売されているんですけど、見るとあ、これかっていう、ちょっとプルーンのドリンク、うん、結構いろんなところで販売されていて有名な会社さんなんですけども、まあ、日付は2がプル、2がプル、6がルプルーンの日っていう語呂合わせから毎月26日を記念日としているそうです。で、1年中美味しいプルーンを食べてもらいたいとの願いを込めて、この日にしましたと。プルーンの魅力を伝えて販売促進につなげることが目的。記念日は2008年に一般社団法人日本記念日協会により制定登録されたそうです。もう結構前からあるみたいですね、11年ぐらい前から。で、プルーンは、まあ鉄分とかが豊富っていうイメージなんですけども、お肌にも良かったりね、すごくいいあの食べ物なんですけど、プルーンって何からできてるか知ってますか。え、木の実ですか。あ、確かにそういうイメージありますよね、うん、はい、あ、違うんですか。そうだと思った。いやいや、私もそうだと思ってました。河合社長、何からできてると思いますか。私もそう思ってましたね。なんだろう。実は全然違うんですよ。ちょっと想像してみてください。もうちょっとあの振り絞ってください、はい、あの朝なのでね、まだあの頭の回転がなかなか、ね、回らないと思うんですけども、ヒントはフルーツです。多分皆さん食べたことあるんじゃないかなっていうフルーツなんですけども、甘くてちょっと酸っぱさもある。大きさはブドウの2倍ぐらいの大きさですかね。結構ヒント与えましたよ。ブドウって言ったからね。違います。そうですよね。今日あのブドウではない、でもそういう部類です。丸いもの、あのブルーベリーっぽいやつかなと思ったんですけどね。あ、色はあのブルーベリーの色じゃなくて赤っぽいやつ。あ、そうです。どっちかっていうと赤です。頑張れ。あ、もうイチゴですか。あ、単純ですね。イチゴプルーンになりますあんな柔らかいものがあんな弾力のあるものになります。ないですね。あの、じゃあもっとヒント言うと、一番近いものは桃。桃にすごく近い食べ物ですね。
っていうともう出てきません？桃よりもうちょっと小さい柿、あ、柿よりもうちょっと小さいで、ピンク、あれ男性だから思い浮かばないのかな。スタジオの皆さんで分かる人います？あ、ラズベリー、違うんですね、実はスモモなんですよ。スモモを、まあ、あの乾燥というか干してできたものがプルーンらしいです。ぜひ皆さん食べる際はこれスモモなんだと思って食べてみてください。まあ、こんなことを話したらあっという間にオープニング終わってしまいまして、はい、今日もたくさんあの日光さんについても、お話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。